住んだからお元気ですか？今年80歳になりましたよ。残念。ところで CVC 熊谷のホームページで見たんだけれど、進くんまだカタツムリの作品を作っているんだって。すごいね。頑張れ伝助が一作目で、去年作った2つの M が10作目になりました。カタツムリを飼い始めて今年で16年になりますが、今も20匹ほど飼っています。今はコロナ禍で新しい作品を作るのに苦労しているんじゃないの？苦労しています。今のところ新しい作品は作っていません。それじゃあ今年の公開映写会は出品できないんじゃない？そうで考えましたよ。それは昔作った作品の中から短いカットの映像とテンポのいい音楽でまとめた右脳を鍛えるを再編集して出品することにしたのです。なるほどね。映写会でこの作品を見てもらった人たちの右脳が鍛えられ、想像力や判断力、さらに記憶力の向上が得られれば嬉しいです。育蔵さんには DVD を送りますので、右脳を鍛えてください。いい話をありがとう。また電話します。それでは失礼します。ライトブレインを鍛える、ライトブレインを鍛える、ライトブレインを鍛える。